韓国メディアが惨敗の中国に苦言、グループ最弱。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。9月5日昨晩行われたワールドカップアジア最終予選日本代表対中国代表の試合は7-0という日本代表の圧勝劇に衝撃が走りましたよね。そしてこの試合で惨敗を喫した中国代表の不甲斐なさになぜか韓国メディアが苦言。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はフットボールチャンネルから。サッカー日本代表は5日 FIFA ワールドカップ26アジア最終予選3次予選で中国代表と対戦した。試合は7-0で日本代表が勝利した。韓国メディアのスポーツ韓国がこのゲームについて伝えている。同メディアは中国代表がアジア最終予選グループ C の最弱と評している。グループ C は日本代表、サウジアラビア代表、オーストラリア代表の3強とインドネシア代表、バーレーン代表、中国代表の3弱からなっているという前評判で、4位に入ってワールドカップ出場に望みをつなぐチームが注目されている。インドネシア代表は韓国人のシン・テヨン監督が率いるチームで、インドネシア代表にとっては好ニュース。この日の中国代表と比較するとインドネシア代表は一枚上手と言えると述べ、インドネシア代表がグループ C の最弱と見られていたが、実際には最弱は明確に中国代表だったと記している。韓国メディアによれば日本代表の勝利は当然のことであり、中国代表は日本代表の正確なパスを全く止められず、攻撃に転じるパスも不正確だった。まともな攻撃は一度も試みることなく7失点で崩壊したと厳しく評価している。そして中国代表は悪癖だけを露呈し、日本代表の選手に深いタックルを試みるもイエローカードが増えるだけで最悪の試合だったと続け、唯一の武器は少林サッカーだけだったと中国代表のラフプレーにも言及した。このように報じています。中国からするとホームでパレスチナに引き分けた韓国にこういった評価をされてしまうのは余計なお世話と感じるかもしれませんね。逆に韓国メディアとしては韓国人が監督を務めるインドネシア代表を少しでも後押ししたい思惑があるのかもしれませんが、ただ昨晩の中国代表は日本代表に先制点を奪われて以降全くなすすべなくずるずると日本に点を重ねられてしまったように見えます。そしてこの試合、日本がイエローカード0倍に対し中国は3枚、板倉選手に対する肘打ちや南野選手に対する足踏みなど結構荒いプレーもありましたね。では次にこの件に対するネットの反応を見ていきましょう。その最弱中国が0-1で惜敗した韓国。パレスチナは最近急速に力をつけたとの評判を一切無視し、はるかにランク下と表紙舐めた結果引き分け、頑張れよ。唯一の武器は少林サッカー。いいとこも言ってあげようよ。アウェイ用なんだろうけどユニフォームはおしゃれだと思った。すげえ上から目線だな。グルーブ B に入り蜂蜜のように甘いと喜んでた韓国さん、昨日はさぞかし大量得点勝ちやったんやろな。本当に失礼だな。お前たちが言う三弱のドネシアにこの前負けてたじゃないか。日韓ワールドカップでのあなたたちの国のプレーの方がひどかったですよ。あんたらの武器はテコンドーサッカーだろうが何が違う。かなり危ないファールがいくつかあったし怪我しなくてよかった。オタクは危うくその最弱グループに入るパレスチナに負けそうだったじゃないですか。中国少林サッカー VS 韓国テコンサッカー、さてどうなることやら。いよいよ少林とテコンドーの頂上対決ですね。3ヶ月前その最弱相手に1-0だったのはどこだよ。しかし少林サッカーは香港の映画だからね、中国ではない。帰化した選手もいるのね。昔の日本も同じでした。確かにちょっとヒヤッとする部分はあったけど少林サッカーはやめたぞ。ぜひそちらの国が誇るテコンサッカーと異種格闘技戦してほしいものですね。まあ日本からすれば少林サッカーもテコンサッカーも一緒にしか見えへんけどな。 W イエローも日本は1枚も出してない。
個人的にはそういうとこが誇らしい。韓国さんはホームで何点差で勝ったんですか？ B 組は韓国にとって死の組ですよ。日本が気になって気になって仕方ないんですよね、この国のメディアは。中国に対するコンプレックスなのか。今の日本代表は予選はただの通過点、もはやワールドカップ本戦でいかに勝ち続けるかにある。韓国は同日バーレーンと引き分け、韓国紙は弱小国に勝てなかったと嘆いていますね。すぐ格付けして弱小国などと侮っているうちは強くはなりません。もっと謙虚になれ。なんで自国の引き分けを分析しないで関係ないグループに注目してるんだ。イエローも日本は1枚も出してない。個人的にはそういうとこが誇らしい。日本よ、おごるならワールドカップを制覇してから。まだまだ先は長い。さまざまな声があるようですね。まあ中国も韓国も昔の荒すぎたプレーに比べれば最近はだいぶまともになってきたと思いますが、それにより最近はある意味で迫力不足を感じるようになってきました。そして日本代表が所属するグループ C ですが、昨晩の結果は少々荒れ模様。三強と言われている日本、オーストラリア、サウジアラビアのうち勝利したのは日本のみ。オーストラリアはホームでバーレーンに 0-1 で敗戦。サウジアラビアもインドネシア相手にホームで引き分け。最近アジア同士の対戦も本当に勝敗が読めなくなってきました。昨晩日本に負けた中国はおそらく4位を狙って4次予選への出場権を目指すと思いますが、現実としては下位3カ国と見られているうちバーレーンもインドネシアも前線中。今の中国としてはこの両国に勝利するのもかなり苦労しそうです。もちろんそういったこととは関係なく、森保ジャパンには次のバーレーン戦に全力を尽くしてほしいと思います。そして次のバーレーン戦は9月10日火曜日、日本時間だと日をまたがり11日水曜日午前1時キックオフ。現時点でダゾーンでのライブ配信のみとなっていますが、ぜひテレビ放送も期待したいところです。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか？もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。